うん、あらも、ま、ありがとう、ワインなんか美味しそうやったから。あれ、ちゃちゃちゃそれこのちゃうか、ちゃちゃおらんや、恥ずかしがりなやな、こんなイケメン来たらそうですどうも、お呼びいただきましてありがとうございます。動画上がるから、おお、ちょっとそうそうそう、18禁発言ちょっとやめとこわ、カットするから大丈夫、カットするから大丈夫、あ、ほんま、じゃあ、うん、今来ろうかな、近づいて、うん、いただきます、いただきます、ありがとう、なんか準備してくれて、うん、美味しい、美味しい、うん、よし、見てるわ、味うまそうやな後でたっぷり遊んだろうからやめてやめてこれうまい、じゃがいももれもれやねん、なんて今もめっちゃ染みてる、これ何の味のあれなん、これも一緒に煮込んで、ね、焼き豚と一緒に、うん、なんて言われる、普通のメイクインやで、芋の種類じゃなくて味付けのあれがなんないよなと思って、もう料理するっけ、とかありがとう、行った時ぐらい、俺がクラブで踊り散らかしとった時逆なんされてん、しかもそれに関してはそこをちゃんと自慢すんで、俺にしてきたから、俺にしてきた俺にしてきた、俺にちょっと酔っ払ってきたんちゃう早ないゼミ、あ、ごめんなさいね、旦那さん置いていただいて俺女の子全然浮気してると思う、コンパとかしたらさ、女の子とさ喋りたいのもあるけど、結構好きな男と好きな男っていうのノリのね、なぜ席立ったんですか女の子やったら大体いけるから、ちゃちゃでもいける、違うって性別が女子やったらそう、俺そんなんじゃないからな男はこう万人受けする人は基本的にはストライクには絶対入んねん、うん、その中で、まあ、性格とか含めた彼女ストライクゾーンがまたその別にあるみたいな、別枠でお酒飲んでたらうーん可愛いってな
なるほど、ね、イエス、うん、もう世の中の全てのもうありとあらゆる万物の男がそうやろ。何の話しようとしてこれ何の話からこれ始まったの何の話だったかな、分からないですけど、でこの話終わると思ってるでしょ。まだ続きますからあの大っぴらにすることではないから大っぴらにされる男の前やってそかもう分かんない NGNG うまいこと切っとって俺めちゃくちゃ人見知りやったから、うん、あるの。で大体さ男の原動力ってモテたいじゃない、好きな女の子に笑ってもらえたらみたいなところから始まるやんか。何それ好きな女の子に笑ってもらえたって、うん、いやちゃちゃビビりやん、ね、結構ビビりな方やんな多分。ちゃちゃそんなビビりなんてやろ、ほんじゃでこれ仲良しよう、諦めよしばらくは。女子からは警戒心されるんだけど、やかましいわ。逆に言うと男として見られてるみたいな、ポジティブに受け取ろみたいなだからこういう人でなんかどこ住んでるのとか何が趣味なのって言ってこう喋るやんか、うん、まあどうせ女の子そんな大した面白くない話でなんかインスタでなんとかすんのが好きなんだけど私嵐が好きで大体終わんねん。嵐についてもうちょっとね深掘りしてなんか話してる人そんな気ないのにさらさらねのがでこうこうこういう時のこういう仕草が好きなんですよ。そしたら俺らも惚れるやんか、あそうなんや、じゃあ男の人のタイプってこういう話なのとかっていうところにこの話が盛り上がってくる話題さえも言ってこないのにオウム返しもしてこないっていう、にもお前たちはゲストなんだと、うん、まあでも確かにそう、まあまあそうやな、うん、俺こういうことばっかり話してるからたまになんでそんなに女の人嫌いなのってめっちゃ久保田って俺言っとったけど当番回数めちゃくちゃ多いねんけどその1回しか投げへんみたいなタイプね、なんか リリーフ当番みたいな感じやる、その俺最近思うのは、うん、北風と太陽みたいな、あ何の話をさせられてるけど入れてもらってなんかそう飲まないと今やってられる、はい、俺何をぶっちゃけさせられてちょっと